フィリッポス一世、エピファネス・フィラデルフォスは、セレウコス・アサシリアの王。アンティオコス八世の四男。紀元前95年に、長兄のセレウコス六世が対立していた、最重帝のアンティオコス十世に、モプスエスティアで殺害されると、すぐ上の兄であった、アンティオコス十一世が即位し、その共同王となった。アンティオコス十一世と共に、シリア北部で、 アンティオコス10世を相手に戦いを重ね、その本拠地であったアンティオキアを攻略した。アンティオコス11世が、アンティオコス10世に殺害されると、アンティオキアとベロヤ周辺の支配域を単独で統治することになり、シリア南部を支配していた弟のデメトリオス3世と、共に叔父であった、プトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス9世からの助力を受けて、 アンティオコス10世と戦い続けた。しかし、アンティオコス10世がパルティアとの戦いで敗死すると、フィリッポス1世の勢力拡大を好ましく思わない、デメトリオス3世から攻撃を受け、とのアンティオキアを奪取された。ベロヤをデメトリオス3世率いる軍に包囲されたが、パルティアの援軍を得た、フィリッポス1世は反抗して、アンティオキアを奪還した。その感激をついて、 デメトリオス3世の本拠地であったダマスカスをその弟のアンティオコス12世が攻略し、デメトリオス3世はフィリッポス1世とアンティオコス12世に降伏した。紀元前83年、ティグラネス2世率いるアルメニア軍の侵攻を受けて、シリアの大半を征服された。追放された、フィリッポス1世はもともと統治していたキリキアに逃れ、その地で死去したとされる。 フィリッポス一世の死後も、その肖像をかたどった効果は、平ロ老マ時代に至るまで発行され続けた。紀元前87年時点でのフィリッポス一世の支配域。ありがとうございます。